と激辛ジョイス、今日も見直しに火をつけちゃうぞ。やっていきましょう。はい、これは築地にいるんですけども、今回はですね辛麺になります。今回のお店が辛麺屋円さんになります。辛い辛麺があるということで、今回はですねこちらの辛さレベルマックスの25辛に挑戦していきたいと思います。でこちらですねランチメニューがやってるんですけども、ランチはランチ、そばのみ、そして、夜はですねもう居酒屋という感じでね飲み屋さんになっています。まあ夜はもう本当にこの赤ちょうちんが綺麗ですね。はい、もういかにもこう飲み屋さんという感じでね、夜は居酒屋に様変わりと。それでいきましょう。来ました。いただきます。さあ、エンさんの辛麺25からいただきましょう。よし、すごいな、この真っ赤に染まった、このドロドロした感じですけども、じゃあちょっとまずスープからいっていきましょう。辛麺といえば宮崎のあれですけど、あ、やはりこのこんにゃく麺使っておりますね。こんにゃく麺とは言っても本当にこんにゃくを使っているわけではありませんけど、これはうまそうだ。入っている具材は卵、ニラ、そしてニンニク、あと唐辛子は、中国産と韓国産の唐辛子を使っているそうです。だしのベースは、豚ガラ、鶏ガラといろんなものを、ブレンドして出しておるそうです。これは絶妙のバランスでたまらんですな。この唐辛子とニンニクというものはこの絶妙にマッチして、これはもう食欲をそそります。さあ、それでは麺をいってみましょう。こちらは築地ラーメン紹介です。ただいま非常に香辛い麺ですね。そしてこちらの卵、いただきます。ふわふわですね。25からだけあってふんだんに唐辛子を使って、麺に唐辛子がこれでもかと絡みつきます。ついもう開始5分でこのざまですよ。汗が書いてなかった。麺は、ほぼほぼ終わったところで、残りはこの激辛スープ、真っ赤に染まった地獄スープを飲んでこの激辛バトルに切りつけたいと思います。これはやみつきになる一品ですね。よいしょ、結構です。いただきます。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。辛麺屋円さんの辛麺、25から辛さレベル、じゃらららら、ちなみに辛さレベル 5.5 です。非常にやっぱ辛麺というのはこう宮崎でも食べたことありましたけれども、非常にその味と同じようにですね、このニンニクの風味がふわっと口の中に広がり、その中にこの唐辛子が合わさると旨味がより相乗効果で美味しくなったのでございます。こんにゃく麺のハリとコシのある麺がよく辛いスープに絡みついて非常に美味しく吸えたかなと思います。残ったスープはまあご飯とか出したら非常にこう美味しいのではないかなと思いました。で、まあ辛味がこうね、もう少しこう絶対よって方はね、こういったラー油とか卓上のトッピングがあります。ラー油、そして辛さがちょっときついなという方はお酢を入れると辛味が和らぐということがありますので、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。一応ですねこちらランチではこのそばのみやってるんですけど、夜はですねもう本当にこう居酒屋、になっております。で、基本的に辛麺だけの注文は、なしですね。一応このドリンク一杯頼むことが、条件になっております。でね、まあそれもさっきからこうまだこう平日ですよ、平日ですけれども、予約しないとなかなか入れないお店なので、ぜひ、来店する際は予約をして、お電話プルプル、これは必須かなと思います。予約必須です。はい、ということで、もしこの動画が良ければ、いいところだ。チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter 等々もお越しします。フォローお願いします。